バレンティーノ公、チェーザレ・ボルジア、または、セザール・ボーハ、バレンシア語、シーザー・ボーハ、1475年9月13日から1507年3月12日は、イタリアルネサンス期の軍人、政治家。なお、イタリアにおいては単に、チェーザレという名前は一般に、ガイウス・ユリウス・カイサルを指すため、チェーザレ・ボルジアは、現地では、バレンティーノ公と呼ばれることが多い。 ロドリーゴ・ボルジアとバノッツァ・カタネーの子として、ローマで生まれた。チェーザーレの道復の舞帝として、ファン、ルクレツヤ、ホフレ、イボアニとして、ペドロ・ルイスらが知られている。また、ミケランジェロ・ブオナローティや、ジョバンニ・デ・メディチがチェーザーレと同じ1475年に、イタリアで誕生している。チェーザーレの幼年期より、ロドリーゴは、数奇教にまで昇進し、 ボルジア家の発祥の地でもあったスペイン・バレンシアでは、ガンディア皇ライをペドロ・ルイスが承継していたものの、チェーザレは、父の目の届くローマで暮らし、やがて、ピサやペルージャの大学で法律等を学んだ。その一方で、狩猟や武芸全般にも、性を出した。チェーザレは、灰色の目及びオレンジ色の髪の毛を持つ大変な美男子だったと言われ、後にマキャベリも、 養子ことのほか美しく堂々とし、武器を取れば有望果敢であったとチェーザレの印象を書き残している。チェーザレは、ロドリーゴの力添えにより、幼少の頃から以下の教会内洋職を歴任した。アレクサンデル六世1492年8月に、父ロドリーゴがアレクサンデル六世として教皇の座を得たこの年に、チェーザレはバレンシア大司教として異例の抜擢を受けた。 1493年9月に開かれた数奇教会議において、アレクサンデル6世は会議の賛同を得て、チェーザレをバレンシア数奇教に任命した。これにより、アレクサンデル6世が教会内での自らのボルジア家の後継者を暗示する形となった。1494年、フランス国王シャルル8世は、アレクサンデル6世に強行選挙で敗れた。 ジュリアーノ・デッダ・ローベレラ・フランスへ逃れた、スーキ教や、ミラノ公国のルドビーコス・フォルツァラと共謀し、王位継承問題が浮上していた親ボルジア派の、ナポリ王国の王位継承権の行使を主張して、フランス軍をイタリアへと侵攻させた。フランスが、ミラノやフェラーラ等のイタリア諸国の協力も取り付けていたこともあり、ナポリ軍は敗北、フランス軍は、ルッカ、シエーナ等を抑えた。 有力なイタリア諸法であったフィレンツェ共和国も、ロレンツォ・デ・メディチ死後のメディチ家の内紛状態により、余力を失っていたことから、同年12月31日に、シャルル8世は、難なく、バチカンへの入場を果たした。この際に、チェーザレは、アレクサンデル6世の特使として、シャルル8世との間を行き来したと伝わっている。1495年1月、 シャルル8世とアレクサンデル6世がバチカンが預かっていたオスマン帝国の定位継承者でもあったジェームの身柄をフランスが引き受けることやチェーザレをフランス軍の元に置くこと等の内容の協定を結んだことからチェーザレはバチカンを退去するフランス軍と共に南下してナポリオ王国の占領にも立ち会う格好となったが同月中にチェーザレはフランス軍の隙を見て逃亡に成功した 以降、アレクサンデル6世は、イタリア諸国と同盟を結んで、フランス軍へ退治した。この間のチェーザレは、ローマに滞在したともされるが、その動向はつかみが与え。1497年6月、ボルジア家の丘陵にあたるガンディアの公爵と、強行軍最高司令官を兼任していた、フアン・ボルジアがピアッツァデッラ・ジュディッカで殺害される、事件が起こった。 ファンと激しい敵対関係にあった、数奇強アスカーニオス・ホルツァやグイドバルド・ダ・モンテフェルトロ、らと共に、チェーザレも、ファンの殺害犯として噂された。これによって、ボルジア家の政治や軍事部門を担当する人物が、消えることとなった。フランチェスコ・グイチャルディには、実著で、アレクサンデル6世がファンを敵愛したことに、チェーザレが嫉妬したのが主たる原因、としている。なお、 不安殺害の同時期に、フィレンツェの修道士ジロラモ・サボナローラの波紋が、アレクサンデル六世より公表された。アンボワーズ上1498年7月、数奇教会議においてチェーザレは、数奇教及び、バレンシア大司教の地位を返上すると表明し、会議において、全会一致で承認された。これに先立って、アレクサンデル六世と、フランス国王類十二世は、チェーザレに、 バランス等の公爵として、領土を与えること、チェーザーへの要望に応じて、軍事的な支援を行うこと、セイミカイル騎士団の騎士の称号を与えること等の協定を結び、10月に協定履行のために、復信のミケロットコレッタラと共に、フランスへ渡って、しばらくの間フランス国内に滞在することとなる。10月12日に、マルセイユ到着後は、強行特使としての業務を終えた後、 自らの領土バランスをはじめ、アビニオン、リオン等を訪れた。1499年5月、ルイ12世の後ろ盾もあって、チェーザレは、ナバーラオフアン3世の妹、シャルロット・ダルブレと結婚し、アンボワーズ城で挙式を行った。その後、セイミカイル騎士団の騎士にも助され、フランス王家との養子縁組も行って、以降チェーザレは、チェーザレ・ボルジア・ディ・フランチアと称することとなった。 全ての儀式を終えたチェーザレはバランス公爵としてフランス軍に参加するためにミラノへ向けてフランスを出立した。シャルロットとの生活はチェーザレが7月にフランス国外へ出るまでの2ヶ月に過ぎなかったが翌年5月17日に娘ルイーザが生まれた。ミラノ公国とフランスの戦いはあっさりと決着がついて10月にチェーザレはフランス軍と共に ミラノへ入場した。イタリア勢力図百4 9 9年11月、アレクサンデル6世の戦線復刻を受けて、チェーザレはフランスからの応援部隊及び、スイスやスペイン、イタリア各地のコンドティエーレから構成された1万5000の兵を率いて、カテリーナ・スポルツァの治めるイーモラ及びフォルリへ向けて、進軍した。カテリーナは、チェーザレの進攻前に、教皇アレクサンデル6世宛てに、 毒薬入りの手紙を送ったものの、アレクサンデル6世には届かずに未遂に終わったと伝わっている。なお、カテリーナは、チェーザレの信仰を前に、自らの子供や財産をフィレンツェに送った上で、防戦に向けた準備に入ったが、国内は、親、チェーザレ、ハンチェーザレに2分された。結局、ツイーモラでは一部の取りで抵抗があったものの、チェーザレは陥落させて、イーモラを手中に収めた。 12月、フォルリへ到着したチェーザレは、ホルリ近郊の砦に牢上するカテリーナ軍への攻撃を開始した。カテリーナは激しく抵抗したが、2ヶ月にわたる戦闘の末に、最後はチェーザレ軍がカテリーナを捕獲したことで勝利を収めた。裏切り者による仕業とも示さされている。1500年2月、チェーザレは軍の一部を率いてローマへ入場。 同時期に行われた、シャニク祭にて、チェーザレ自身の先の先行に関連づける形で、11等立ての馬車から構成された古代ローマのガイウスユリウスカイサルが行った、凱旋式と同様の催しを挙行した。3月、バチカンにて、アレクサンデル6世は、イーモラとフォルリの統治権をチェーザレに与えることを交付するとともに、チェーザレを教会軍総司令官に任命した。7月、 ルクレツヤの夫であったアルフォンソが何者かによって襲撃される事件が発生した。フランスと微妙な関係にあったナポリオ家の一員であったアルフォンソの死によって最も利益を得る立場にあったチェーザレが真犯人として疑われたものの真相は闇の中に消えることとなった。1500年8月、チェーザレは内紛状態にあったチェゼーナを軍を動かすことなく手に入れた。 さらに、アレクサンデル6世によりマラテスタ家、マンフレディ家、スフォルザ家を破門、前線布告したことを受けて、チェーザレは、イーモラ攻撃時と同様に、フランスの応援部隊及び傭兵からなる1万2000の兵を率いて、リミニへ向けて進軍した。10月、リミニを支配していた、パンドルフォ4世マラテスタが、チェーザレ到着を前に、チェーザレに降伏を申し出て国外へ退去し、 チェーザレは、リミニへの無血入場を果たした。続いて、ペーザロへ進軍したが、ペーザロを支配していたジョバンニス・フォルツァも、チェーザレ到着前に遁走しており、やはり無血入場を果たした。さらにファーノへ向かって進軍しこれを降伏させた。11月、アストール3世マンフレデを当主とするファエンツァに、到着したが、ファエンツァは、チェーザレの降伏勧告を拒否して抵抗する姿勢を、 示した。ファエンツァの抵抗は激しく、チェーザーレの再三にわたる攻撃を退けたものの、1501年4月にアストールの命を保証することを条件にファエンツァは、チェーザーレに降伏した。後にアストールは、ローマへ送られ、1502年1月にサンタンジェロ城で暗殺された。ファエンツァ陥落を受けて、アレクサンデルはチェーザーレを、ロマーニャ公爵に任じた。 1501年5月、チェーザレは、フィレンツェ共和国との国境沿いまで進軍したが、アレクサンデル6世の妖精やルイ12世への仲裁もあって、フィレンツェ攻略を断念し、資金面での提供を受けること等を条件として、麻薬を結んだが、チェーザレがフィレンツェを去った後を任されたビテロッツオ・ビテリは、フィレンツェ南方のキアーナ渓谷一体を略奪すると、共に、 同地区での反乱を先導した。6月、ルイ12世の要請により、ナポリ王国攻略を目指すフランス軍にチェーザレは協定に基づいて参加した。カプアの攻撃を任されたチェーザレは7月に陥落させた。なお、フランス軍は8月までにナポリ全土を征服しており、ナポリ王家は没落することとなった。1501年9月、 ナポリオン家の結びつきを背景として、ローマ近郊に勢力を保っていたコロンナ家やサベリ家が、アラゴン家の没落により影響力を失いつつあった、ことから、これらを駆逐するべく、チェーザーレはカステル・ガンドルフォ等のコロンナ家の所領を攻撃して、これを征服し、ボルジア家の所領に組み入れた。同じく9月、フィレンツェの南にあるピオンビーノを攻撃して、これを征服した。 12月、フェラーラ公アルフォンソ一世でステとルクレツィアの結婚式が行われ、これにより、フェラーラからの脅威が抑えられることとなった。1502年5月に、ピサ、6月に、アレッツォを影響下に収めた。1502年6月、チェーザーレはそれまでの戦争で傭兵として、チェーザーレ軍として従軍していた、ウルビーノ公国を電撃的に包囲した。ウルビーノ公、 グイドバルド・ダ・モンテフェルトロは抵抗することなく、マントバへと落ち延び、チェーザレは、ウルビーノに入場した。また、ウルビーノ攻略と、同時期に、フィレンツェ政府の施設として、フランチェスコ・ソデリーニと、マキャベッリがチェーザレと会談し、ビテロッツォによる、キアーナ警告一体での行為について抗議し、チェーザレは、ビテロッツォを呼び戻す代わりに、フィレンツェから、 年間傭兵量を受け取ることで協定を結んだ。ウルビーの征服の後、サンマリノ共和国がチェーザレに降伏した。カメリーノの死におれであったジュリオ・チェーザレ・ダ・バラーノは抵抗したものの、カメリーノも陥落した。チェーザレはジュリオ及びその三人の息子ヴィンセンソ、アンニバー・レピロを処刑した。なお、7月から8月にかけて、レオナルド・ダ・ヴィンチがチェーザレの元を訪れた。 一方で、ミラノにて、ペーザロのジョバンニス・フォルツァや、ウルビーノのグイドバルド、カメリーのバラー一族で唯一生き残った、ジャンマリーアラが、マントバ公爵フランチェスコ2世イ・ゴンザーガを中心として、ルイ12世イに、チェーザレの、応募に対して対処するように制願したものの、ルイ12世イは、チェーザレとの関係を優先することを表明したため、反チェーザレ同盟への構想は瓦返した。また、 この際に同盟の中心であったフランチェスコ2世の息子とチェーザレの娘、ルイーズの婚約が決まった。その後、チェーザレは自身の統治するロマーニャ公国の首都機能を次の標的ともされたボローニャとの国境沿いの言いもらえ移した。1502年10月、チェーザレ軍の内部の傭兵隊長らがチェーザレに対して反旗を翻した。なお、 反乱に参加したメンバーはの5名が中心であり、いずれも、チェーザーレ軍に参加していたコンドティエーレであった。その他、シクストス4世紀の時期に、数奇教となったジョバンニバッティスタ・オルシーに、シエーナ共和国の選手パンドル・フォー・ペトルッチ、ボローニャの選手ジョバンニニセイ・ベンティボーリョ、チェーザーレに国を追われた、元オルビーノ公グイドバルド・ダ・モンテ・フェルトロ、ジャン・マリアラが参加。 後に反乱軍が最初に会合を開いた魔女ネの名を取って一連の事件を魔女ネの乱と称することとなる。グイチャル D には反乱が起こった理由についてチェーザーレの再現のない支配欲を恐れ反乱者たちの領土がすべて境界領に属することから将来チェーザーレから攻撃される可能性を恐れたためとしている。反乱軍はウルビーノで決起して 旧ウルビーノ広告領土を制圧した。さらにベンティボーリを率いるボローニャが反乱に抗して、チェーザーレが滞在するイモラへ向けて進軍した。反乱軍が制圧した、ウルビーノでグイトバルドが、カメリーノでジャンマリーノがそれぞれ当主に復帰した。10月17日に、フォッソンブローネで、オルシーニ軍がチェーザーレ軍を打ち破り、チェーザーレ軍のミケロットコレラは敗走、ウーゴリカルドナは、 捕虜となった。当初の選挙区を優位に進めた反乱軍であったが、反チェーザーレを標榜した反乱軍内部の意思疎通は欠けていた。ビテロッツォやオルシーニ等がチェーザーレ軍に属した時期にフィレンツェを攻撃した件をフランス王から弁明を求められたにもかかわらず、これを目殺したことからフランスはチェーザーレ側へと組みした。また、 その他の周辺の諸国からもチェーザレが暗黙の指示を取り付けたことや軍事面での増強を進めたことに加えて強行軍最高司令官としてアレクサンデル6世の意向をバックとしていることもあって反乱軍の一部は独自でチェーザーレとの和睦交渉を行ったまとまった和睦内容をめぐってビテロ・ツォラとパオロ・オルシーニらが激しく対立しオルシーニ一族らが個別に チェーザーレとのは僕に調印するなど結束は崩れた。グイドバルドは再びウルビーノから亡命せざるを得なくなり、ジャンマリーノはチェーザーレとの交渉によってカメリーノを退去することで合意した。ボローニャはチェーザーレと個別に傭兵契約を結んだことで反乱軍から距離を置いた。反乱から約1ヶ月後にマキャベリがフィレンツェ政府に対して チェーザーレが勝利するに違いないと考えているとの内容の書簡を送っており、チェーザーレ優位に事態は進みつつあった。1502年12月26日、チェーザーレの側近としてロマーニャ公国内の内政を任されていたラミーロでロルカの真っ二つに切られた遺体がチェゼーナの広場で発見された。この事件についてマキャベリはロルカの冷酷な統治によって 領内の民衆が反感を抱いていたのをチェーザレが察知し、冷酷な統治はチェーザレの施策ではなく、ドルカの人間性によるものと思わせるために行ったと論じている。1502年12月31日、チェーザレは反乱側の5人のコンドッティエーレから、反乱軍がすでに制圧していたシニガリアで交渉を持ちかけられ、チェーザレ及び病を理由に欠席した。 バリオーニー以外の4人のコンドッティエールがシニガッリアへ軍を率いて集合した。チェーザレは、温和な態度で4人と相対して油断させ、4人が自軍から離れてシニガッリアの城内に入ったところをミケロットラに命じて捕獲させた。これと同時に4人が率いた軍をチェーザレは攻撃して、これらを改装させた。 尋問の後にビテロッツォ及びオリベロットはそれぞれ教皇に自らの在業の代謝を願いたい。バレンティーノ皇に反逆したのはビテロッツォがそそのかしたためであるの言葉を残し反逆罪によってその場で処刑された。パオロ及びフランチェスコは即時に処刑はされず、ローマでチェーザーレの弟ホフレラが指揮を取る教皇軍がジョバンニバッティスタ・オルシーニア・フィレンツェ大司教を。 リナルド・オルシーニラを逮捕するとともにオルシーニ一党を討伐したのを聞いた後、1503年1月18日にカステロ・デラ・ピエーベでパオロラを処刑した。なお、ジョバンニ・バッティスタは後に告示、リナルドは釈放された。チェーザーレは1503年1月より、反乱に加担した一味の壊滅を掲げて新軍、ビテロッツォの本拠地、チッタ・ディ・カステロを陥落させ、 チェーザーレの中殺から逃れたバリオーニの本拠地、ペルージャでは反乱の失敗に絶望したバリオーニが逃走して、ペルージャはチェーザーレへの降伏を願い出た。さらにシエナもチェーザーレの圧力に屈して、パンドル・ホペ・トゥルッチはフランスへと落ち延びていった。バリオーニやグイドバルドもフランスへ逃れた。なお、フェルモはチェーザーレの攻撃にさらされなかった。その後、ローマへ進軍して、 オルシーニ等の勢力を攻撃したが、フランス寄りのオルシーニ家の処遇をめぐってチェーザレは、フランスと対立、その後の暗転へ繋がることとなった。1503年7月、チェーザレは軍を率いて、ローマへ入ったが、8月に、アレクサンデル6世と共に原因不明の重病に陥った。現在ではマラリアに感染したとの説が有力であるが、クイチャルディーニア、 ヤーコップ・ブルクハルトは、毒入りワインを飲んだことが原因であるとしている。8月18日、アレクサンデル6世が死去したものの、チェーザレは未だ病の床におり、状況の変化への機敏な対応ができなかった。この気を捉えて、グイドバルドやバリオーニラが、元々の領土の当主の座に戻った一方で、イーモラやホルリは、カテリーナ・スポルツァの帰還を拒んでチェーザレに着くことを示した。 アレクサンデル6世の後継教皇となった、ピウス3世は即位後1ヶ月弱で死去。ピウス3世の後継となったのはかつて父と教皇の座を激しく争った、ジュリアーノ・デル・ダ・ローベレであった。その際にチェーザレは、教皇軍最高司令官及び、ロマーニャ皇の地位の確保を、ユリウス2世と密約して、教皇就任を後押しした。11月、チェーザレは、 ローマからロマーニャへの帰路に着いたが、密約を保護にしたユリウス2世紀の命によってチェーザレは捕獲され、ローマへと移送されることとなった。なお、この時のチェーザレの判断を、マキャベリは誤った選択をし、チェーザレが破滅した最終的な原因となったと記している。12月、ミケロットこれら引きる軍勢が、フィレンツェ共和国軍と戦ったものの敗北し、ミケロットは、 捕虜となった。サンタマリア教会1504年2月、未だ抵抗を続けるチェーザレの給料のいいもらや、チェゼーナの幸福をチェーザレが命じることと引き換えに、チェーザレを釈放することで、ユリウス二世と合意した。4月にチェーザレは、ナポリへ向かった。ナポリは当時カスティーラ・アラゴンがフランスに代わって、支配していたが、変身したユリウス二世とスペインの間の密約により、 チェーザレは再び領収のみとなった。1504年8月、弟ファンの殺害容疑でチェーザレはスペインへと移送され、当初はアルバセーテ近郊、その後バリアドリット近郊のメディーナデルカンポにあるモタ城に収監された。なお、この間にルイ12世はチェーザレに与えたフランス国内の領土を没収した。1506年10月、チェーザレは収監されていた。 モタ城を脱出して、スペイン軍の追っ手を避けながら2ヶ月の逃避業の末に、12月3日に、義兄不安参戦の統治するナバーラ王国へと逃れる、ことに成功した。1507年3月、ナバーラ王国とスペインとの戦闘で、ナバーラ軍の一部隊を率いてチェーザレは参戦した、ものの、この戦いで戦死した。チェーザレの遺体は、ビアナにあるサンタマリア教会に埋葬された。なお 娘のルイーザは、ブルボン家の諸子の家系の一つ、ブルボンビッセ家にとつぎ、チェーザレの死後もその血脈は保たれることとなった。ボルジア家ダヴィンチが描いたイいモらしがの地図、ニッコロ・マキャベリは、フィレンツェ共和国から派遣され、チェーザーレとの交渉の最前線に立ち、チェーザーレの行動をつぶさに観察していた。マキャベリは、チェーザーレの死後、 外国に蹂躙されるイタリアの回復を願い、統治者の理想像をフィレンツェのメディチ家に権限するため、君主論を執筆した。マキャベッリは、君主論の中で、チェーザレは、高媒な精神と、広大な目的を抱いて達成するために、自らの行動を制御しており、新たに君主になった者は見習うべきとし、野蛮な残酷行為や圧政より、 私たちを救済するために神が使わした人物であるかのように思えたと記した。チェーザレ・ボルジアは冷酷残忍だと思われていたが、その冷酷さによってロマーニャに秩序を形成して平和と忠誠をもたらすこととなった。愛情と恐怖を兼ね備えるのが最も理想的であるが愛情は自らの利害によって簡単に破られるのに対して恐怖は必ず降りかかる。 処罰のために破られることはない。マキャベリ、君主論第17章上記は、マキャベリによるチェーザーレの表であるとともに、マキャベリズムを表す文章となる。チェーザーレは、マキャベリズムを具現化した代表格として位置づけられており、これが、チェーザーレの印象にもつながっている。フランチェスコ・グイチャルディには、チェーザーレについて、裏切りと肉欲と、途方もない残忍さを持った人物とした一方、 当時のフィレンツェの国情の混乱ぶりとの対比で支配者として有能であり、兵士にも愛されていた人物と評している。19世紀の歴史家、ヤーコプ・ブルクハルトは、ボルジア・ケヒデンの毒と呼ばれたカンタレラ等によって、自らの地位を脅かすような性的や、教会関係者を、次々と粛清してはその財産を没収したことや、シニガリア事件での対応を挙げて、チェーザレを、 大犯罪者や陰謀者、地に植えた悪ことを知らず、人を破滅することに悪魔的な喜びを感じる性質と評した。ありがとうございます。